可愛いですね。アムちゃん可愛いな。よし、提供するシーシャを作らなくちゃ。5種類のフレーバーから3つ選んでいろんな組み合わせを試してみよう。一度作ったシーシャはおすすめ投稿できるし、クイックミックスですぐ作れるようになるから、お客様の好みを見極めながらいろんな組み合わせを試してみよう。そういえば来店されたお客様はスイーツ系のシーシャに興味があるみたいだ。え、さっきのでよくね？ダメかな？おすすめしたやつ、あ、これこれこれ、悪魔的ゼロカロリー、これじゃダメなのかな。あ、これでいけるじゃん、クイックミックス。作りました、なんか一瞬で、ね、あ、これこれ絵文字のやつじゃない？ iPhone のこの悪魔の絵、デビルみたいなやつ、かわいいですね。来た、どうぞ、悪魔的ゼロカロリーです。 C 社は初めてとのことなので一応ご説明いたしますね。難しいの？コツさえつかめば簡単ですよ。めっちゃ説明してくれてる。コツさえつかめば簡単ですよ。ボトルがボコボコ音を立てるくらい深く吸い込んでゆったり吐くだけです。そうね、ボコ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 ってなるからね。ドキドキ。え、音聞こえる？鳴ってるんだけど。わー、とっても甘くて美味しい。目が可愛い。気に入っていただけたようで何よりです。では初めてのシーシャ、ごゆっくりお楽しみくださいね。可愛いですね。可愛い店員さん、これね、すみきとおる、とおるちゃん。オタクの絵文字ついとる。本当にタバコじゃないみたい。香りがすんごいんだもん。ふふ、びっくりですよね。でもちゃんとしたタバコなんですよ。そうだよね、煙とか臭くないもんね。でもこれどうやって香りをつけてるんだろう。昔は乾燥したフルーツとかを使っていたみたいですけど、技術の進歩で食品などの香料エキスを使っているみたいですよ。あとはうちで取り扱っていないですけど、オイルとかもあるみたいですね。へえ、お料理みたい。確かに楽しそうにしてくださってるけど、まだ少し表情が硬いかも。え、そう？そろそろ炭交換しますね。ホースお借りしてもいいでしょうか。え、どうしてホースが必要なの？中に溜まってる空気を外に出すとか？あ、いえ、そういうのではなくてですね、煙を吸うことで状態を確認するんです。どれくらい炭を追加すべきかなど温度調整の目安を取りたいので。そうなんだ。アム見ててもいい？はい、大丈夫ですよ。確かに、でもめっちゃ見ちゃうよね、なんかあの時間。見られてると思うと緊張してきた。うまく調整できるかな。あんま見ない方がいいですね、店員さんのことを思うならば。かわいい。あ、なんだこれ、何かやるの？店員さん的にはどんな感じ？そうですね、僕的にはちょうどいい感じです。煙もまろやかですし、味もしっかりしてます。それじゃあ炭の交換はしなくて大丈夫ってこと？ いえ、炭は温度が下がっていきますので、個数や置き方を変えて調整していきます。え、炭の置く数って決まってないの？てっきり決まってるのかと思ってた。そうですね、場合によって様々です。炭の数が多いと温度が高くなるので味が濃く出やすくなるんですけど、あー、代わりに焦げちゃうんだ。焦げつきやすくなったり煙が強くなってしまうんです。あ、ごめんなさい、説明されてもつまらないですよね。かわい、ちょっと困ってるよ、トールが困ってる。うん、そんなことないよ。炭が多ければ多いほどいいってわけじゃないんだ。確かにね。
火が強すぎてもダメなの。なんか焼肉と同じだね。そうだね、焼肉と同じだね。そうですねまさか例えで焼肉が来るとは。焼肉好きなのかな。お、わあ、一気に片付けちゃうんだ。そうですね、ヒートマネジメント、金属の入れ物に付着した灰も落とすんです。あ、上のこれね、蓋みたいなやつか。炭に灰がつくと温度が下がって煙が美味しくなくなっちゃうんですよ。へえ、へえって言っちゃうわ普通に。その蓋みたいなやつヒートマネジメントって言うんだ。それじゃあさ、今見えてる佃煮みたいなやつ佃煮だよねこれ、佃煮みたいなやつ何。あ、これはフレーバーです。この器にアルミホイルをかぶせて炭を置く方法もあるにはあるんですけど、炭の温度でフレーバーが焦げつきやすくて温度調整するのとっても大変なんですよ。え、じゃあアルミホイルはこれがあると巻かなくてよくなるってこと？すごいね。そこで温度調整しやすくしてくれるのがヒートマネジメントという補助道具で、ごめんなさい、また説明が長くなってしまいました。質問に答えようとしてくれたんだもん、丁寧に教えてくれてありがとね。あんまりよく分かんなかったけどすっごく大変そうなのは伝わったよ。かわいい、店員さんの職人技にドキドキワクワク。ものすごいプレッシャーを感じる。期待されてますね。なんか C 社の炭って生チョコみたいで可愛いかも。確かになんかこのキューブ型みたいなの、みんなっていうかどこのお店に行ってもこれだよね。決まってるのかな。生チョコですか。全然柔らかくないですけど。見た目の形のお話だもん。四角くてココアパウダーかかってるでしょでもパウダーが白いブラウニーの方が近いのかな。ちょっと引いてるやん炭を食べ物で例えたことがないので判断が難しいです。すみません。うーん、炭を減らして、え、何、火力落とそうかな。このままキープすると喉がイガイガしちゃうかも。なんだこれは、私がやるの？嘘、どうしよう。なんだなんだなんだ、炭を少し減らして火力を落とす。じゃあ減らす、私は減らします。え、お刺さってる。え、違う、あ、そういうことか。あ、そういうことね。え、これ炭の、え、待って、これだと全部のせになっちゃうってことでしょ。え、減らす、これ、え、これでいいってこと？わかりません。ごめんなさい、喉がイガイガしちゃったら。煙が足りない？大丈夫これ、これで調整は完了だ。お待たせしました、新車コースお返ししますね。どんな風に味が変わったんだろう。どうしよう、変わってないとか言われちゃったら。あ、大丈夫そうだった。なんか最初の味と変わってるかも。マジで？お気づきになりましたか？熱の入り方で味の出方が変わるんです。適度じゃない、適切な温度じゃないと出なかったりして。へえ、そうなんだ。ってことは香りが混ざるのとかいろいろ考えて作ってるってこと？そうですね、全体像、風味の重なりを想像してミックスすることが多いです。いかがでしょう、気に入っていただけましたか？うん、店員さんありがとう。味が変わってくの不思議で面白いね。確かに。いやー、よかった、うまくできたみたいな。マジで急に炭とか言われて焦った。
だいぶリラックスされてるみたいだし、この様子ならお話を聞いてみようかな。あのお客様、5位。C 社ってすごいんだね。気持ちがキラキラしてくる感じがする。煙なのに香りが楽しめるし、吸うとポコポコ音が鳴って面白いし、今まで知らなかったのちょっと損した気分かも。そんな大げさですよ。でも楽しんでいただけてよかったです。大げさなんかじゃないもん。煙もくもくってするのも楽しいよ。もうこれ子供ですね。二十歳超えの中身子供ですね。見てて。お客様まだ緊張してるの？震えてる。しばらく時間を置いてからにしよう。数十分後、頭がほわーってする。酸欠状態になっちゃったんですね。しばらく休憩した方がいいですよ。ほわほわした感じが収まるまでは危険ですので、急に立ち上がらないでください。はーい。お、余裕が出てきた。お話を聞いてみようかな。聞きたいですね。あの、もし話せたらでいいんですけど、何があったのか聞いてもいいですか？やばい、聞いちゃった。あ、でも話してくれてる。え、泣きそうになってるじゃん。なんかごめん、泣きそうになっちゃった。アム、メイド喫茶で働いてて、その帰りだったんだけどね。え、暗い脇道のところからガシッて腕を掴まれたの。怖いな、それは。家だよね。振り払って逃げたんだけど、大きな声で何か叫んでて、追いかけてきてすっごく怖くて、とにかくたくさん走って、それで、ごめんなさい。そんな怖い思いをされていたのに無理やり聞こうとして無神経でした。もう話してくださってありがとうございます。警察に連絡しますから安心してください。優しいんだね、店員さん。ねえ、また来てもいい？今度はちゃんとお客さんとして来たいな。え？ダメ。アム、新車数の下手っぴだから。泣かないでよ。うるうるしないでください。泣かせちゃったと思っちゃうよ。そう言ってもらえて嬉しいです。本当？はい、本当です。よかった。絶対また遊びに来るよ。そんな気が向いたらでいいですから。やだもん、可愛すぎるでしょこれ。さっきはいいよって言ったじゃん。絶対来るからね。わかりました、ぜひお越しください。可愛いな。めっちゃピアスバチバチだし可愛いですね。慣れていないのにたくさん吸ったら酸欠状態になりそうで心配なんだけどな。